はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしていますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、本日はエスパーコントロール、これをやっていきたいと思います。プレイ。はい、それではやっていきまーす。今回は80枚のヨーリオンが入ったタイプのデッキになります。さあ、早めに展開していきたいんですけども、まあ、空の粉砕1枚あるのは心強いですね。相手はサイクリングかな。さあ、土地が欲しい。魅力的な王子ってことはガチャか。いや、違うか。なんだろう。次へターン終了あー、やっぱガチャだなこれ。はい、海の神のお告げ、これでいいか。はい、ターン終了。アルセイドはオッケー。アルセイドはオッケー。お、デフがなくなりましたね。このターンは痛いけど、次のターンで空の粉砕で全部吹っ飛ばせば、あ、これはまあいいか。ターンもらいます。はい、グーアの小道で沼を持ってきます。はい、空の粉砕。これは投了しそうな勢いですけど、はい、不気味な修練者。はい、土地を出します。はい、完了だ。とりあえず剣矢の誓いで回復していきましょうか。はい、軍勢の戦親分。まあ、ちょっとやばいか。さあ、もう一発ケイヤの誓いが打てるんだけど、はい、ヨーリオン、まあ、ここで、もうちょっと土地が欲しいね。予言された壊滅か。土地が欲しいね。土地が、はい、対戦ありがとうございました。
はい、それではやっていきます。さあ、対戦相手先行でテフェリーでしのげるかどうかの手札ですね。とりあえず空の粉砕とかなんかそういうのが来てほしいけど、さあ何デッキでしょうね。まあ青出てきたんでそんなに早いデッキではないと思うんだけど、なんとかテフェリーを通したいところですね。シミックカラーか？お、黒も来た。真夜中の時計。さあ、問題は神秘の論争があるか。ない。助かったね。真夜中の時計を戻す。さあ、土地を引け。お、ありがたいね。黒がこれで出せるようになりましたね。空の粉砕も打てますし。ただ相手のデッキがまだちょっとわかんない。なんだろう。ファクトリス。ああ。まあ、こうか。うん、一番最悪な展開っすね。まあ気にせず行きましょうか。予言された壊滅よりも Here we go.ターン終了。ここはもう倒しとくか。はい、絶滅のケーキ。グース。おお、なんかかっこいいな、これ。次のターンで墓地を追放していきましょうか。はい、真夜中の時計。Don't worry, I got this. はい、アショク。カウンターを使ったデッキっぽいですね。オゾリス、これがキーカードか。ただ土地が欲しいね、土地が。はい、石とぐろの海蛇。
どうしよう。結構厄介だね。This might be a bad idea. This is my master. まあ、次へターン終了。22のサメを出しても全然役に立たんすもんね。だもしアショクを殴ってくるんだったら殴らせてもいいかな。これは殴らせるか。殴らせてもでもやることないか。でも空の粉砕撃っちゃおうかな。いいか、空の粉砕撃っちゃおう。裏切りの記憶。ちょっと待ってよ。対戦相手すべての墓地からカードをすべて追放する。このターン、あなたの呪文を唱えてます。あなたの呪文を唱えてます。なんでしょうね。はい、対戦ありがとうございました。あんまり見慣れないカードでしたけど、なんか効果ややこしそうでしたね。はい、7枚でキープします。まあ今回もちょっと土地が伸びてほしいですね。まあメレティス誕生あるんでちょっとは伸びそうな感じではありますけど、ただこれ難しいな。メレティス誕生先に打っちゃっていいかどうかは悩みどころだな。予言された壊滅、まあ一応もらいましょうか。もうメレティス誕生から行こうか。ちょっとクリーチャー出てきそうですね、相手。はい、来ましたね。戦慄宗の解体師。土地を出して。ギルド級。うん、はい、ブロック。おお、ショック。まあまあまあ、どうしようかな。でもこれ以上大きくさせるとめんどくさい気がするよね。はい、予言された壊滅。まあ、このターン相手多分ね出してこないんで、そうっすよね。アングラスの暴力か。ちょっと厄介なカードではありますね。
わあ、そういう、そうきたか。はい、海の神のお告げ。まあ、墓地使ってくるタイプではないか。吸収だけもらっとこう。はい。そしてレギサウルスはカウンターしに行くか。そうですね、一旦はい、ターン終了。一旦レギサウルスだけはカウンターします。まあこれは仕方ないね。さあこれはでも面白そうだな。サメ台風でいこうか。普通にさあ、相手の手札が5枚か。5枚、8マナまで伸ばしたいね。2、4、6マナ、7マナ、あと1マナ。そしたら屋敷の踊りでパンパンパーンと、そしてそこからヨーリオンっていう感じでいけるといいんですけど、まあとりあえず殴ってくるでしょう。おおお、ハルガンのフルカード、ちょっと珍しいカード来ましたね。さあ漂流寺が打ちたいけど、これだと打ちにくいな。エンバレスの宝剣入ってそうですけど、とりあえずエンバレスの宝剣落とすか。ね、はい、漂流寺が、これね、なんか漂流寺が今バグってんのか知んないですけど、これ分かりにくいんですよね。完了、入ってない。骸骨の巨人か。まあライブラリーにはありましたね。骸骨の巨人、サルカン、はい、完了。そして、土地を出して2点ライフ払います。はい、海の神のお告げ。予言された壊滅、まあこれはいらんか。漂流寺がもう1枚。さあどうする。まあもうレギサウルスも怖くはないんですよね。まあ骸骨の巨人がちょっとめんどくさいぐらいか。
まあ、次のターンに予言された壊滅と漂流自我と打っていってクリーチャー並べていきましょうか。ランケンの聖戦士でもいいですけどね。もうそう来る。はい、ブロック。もうやばい、批判か視察、もう一枚やったらアウトか。いや、ショックでもきついなこれ。ケイヤの怒りが欲しい。結構やばいぞ。ランケンの聖戦士来ましたね。非常にやばい。3-6。とりあえず予言された壊滅と、回復はもう絶対だな。次へ。攻撃しない。ターン終了。さあ残りライフが1。さあここで火力引かれるとどうしようもない。ギリギリだな。熱烈な勇者。あーどうしようもないな。これもうわー、そう来たか。辛いなこれは。怒り引かないとどうしようもないぞこれ。あ、しまった。海の神のお告げ、これ使うの忘れてたな。使ってもう一体出してブロックしたかったけど、うん、失敗したな。さあ残りライフが2。火力あったら終わり。火力はとりあえずなさそうですけどね。
さあ、あと相手が火力引くかどうかですね。予言された壊滅で、どうしよう。裏切る恵みはとても使えないし、批判か視察、とりあえずこれですよね。奇数、少しでも可能性減らすか。あとは相手あるのがショックと、骸骨の巨人。はい、ターン終了。さあ、ここでライフ回復はでかい。ショックで知らなくなった。そして吸収来たのはでかいね。はい、対戦ありがとうございました。いや、ギリギリだったけど、サメタイフ強かったな。はい、それではデッキ紹介いきたいと思います。はい、エスパーコントロールということでね、空を放浪する者ヨーリオン、これがまあ相棒で設定されてまして、メレティス誕生が2、海の神のお告げが4、ギルド級が4、黄金の卵が4、裏切る恵みが4、吸収が4、時をほぐす者テフェリーが3、ケイヤの誓いが4、漂流自我が4、夢を引き裂く者アショクが4、空の粉砕が2、絶滅の契機が2、予言された壊滅が3、サメ台風が4、屋敷の踊りが2、アーデンベル城が1、平地が4、バントレース城が1、島が3、ロークスワイン城が1、沼が3、啓蒙の神殿が3、神聖なる泉が4、神なき祭殿が4、湿った墓が4、偶話の小道が2ということでね、80枚デッキになります。サイドボードは入れてなかったね。はい。エスパーコントロール、まあ、今の環境的にこのアショクと漂流自我が結構刺さるデッキが多いんじゃないかなと思ってエスパーコントロール作り始めて、結果的にこの80枚のこのデッキに落ち着いちゃったんですけど、もう一個60枚で、エスパーコントロール今作ってるんで、それもまた近いうちに出せたらなと思います。まあ、この、当然ヨーリオンとか抜けますし、予言された壊滅とか、まあ、ここら辺もなくなっていく感じになるんですけど、まあ、そっちの方があれなんかな、まあ、このデッキも今3連勝とね、なかなかいい結果だったんですけども、どうなんだろう、環境的に結構合ってるのは合ってるのかなとは思います。あと絶滅のケーキがなかなか面白い。エスパーコントロールだったらシンボルマークね、黒一つだけなんで、すごく使いやすいですしね。空の粉砕、これ白二つっていうのがね、たまに使えない時あるんで、なかなかいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで今回はここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。